はい、フリーライターの今一章です、えー。ジャニーズ問題を風化させないために、毎日一本の短い動画を撮っています。えー、今日もですね、えー、話をしたいのが、なんと堂本光一君がスマイルアップ旧ジャニーズ事務所を退所するかもしれないという話です。で、本題に入る前にですね、ちょっと紹介しておきたいドラマがあります。 えー、3月5日に、えー、日テレで放,放送された「テレビ報道記者」っていうね、えー、ドラマなんですよ。でこれは実際の日テレで勤めてい,い,いるというかいたというか、まあ、女性ディレクターたちが、えー、どうやって社内でね、えー、綿密な取材をし、えーまあ、出世してなんとか男性社会の中でジャーナリズムを貫いてい,いけるのかという、まあ、そういう、まあ、ドキュメンタリードラマですね。 ででこのね主演の一人が木村佳乃さんですでした。で木村佳乃さんって女優はまああのねスマイルアップの社長である東山さんの奥さんですよね。でね木村佳乃さん確かにねちょっと前報道があったんだけどかなり激痩せされていて。 まあ夫の東山さんが矢面に立たされているので奥さんも辛労がたたっているんだろうなっていう気は確かにしましたしかもねこの役所がすす。ごかったです、えー、何がすごいのかっていうと、まあ、女性のディレクターが、まあ、自分の後輩も先輩もいるわけだけどその後輩の人からこういうふうに言われるわけよ。 あの命を奪った事件の時効っていうのは撤廃した方がいいっていうことでだけど仮に命が奪わ,れる奪われるような事件じゃなくてももう魂が、ね、傷ついたっていうことで一生苦しんでる人もいるからそういう人たちも、ね、の,の犯罪に関しても時効を撤廃した方がいいんじゃないかってことを後輩に言われる立場の役,役柄が木村義乃さんなんですよ。これは誰がどう見たって ジャニー北川事件のことを言ってますよね。じゃジャニー北川事件があの魂が傷ついただけではなくて、実際に一人でお亡くなりになっている方もいらっしゃるぐらい深刻なんだよ。だからそのセリフを受けて、えー、木村さんがどういう反応をするのかなと思って見てたけど、まあ女優だからね、それなりに <laughs> あのセリフに、えー、従順なリアクションであって。 自分事でなないかのようなだから女優として自分の役になりきるって言ってるだけだからまあお仕事ですからって感じでやってたねあのまあ悩みどころではあると思うよ実際自分の夫が被害者に対して保証も満足に進めてないしね被害者に対する誹謗中傷対策も満足に進めていないしかも 子供が傷ついたしかも1,000人以上の子どもが傷ついたという凶悪事件なのに再発防止策も具体的でないだからもうそうなるとそんな会社のタレントに仕事を渡すわけがないじゃんスポンサー企業が。ねテレビ局だってもう NHK とあのテレビ東京に関してはまあしばらくあのスマイルアップ所属のタレントは新規の出演はなしというふうにはっきり言ってるよね。 だからそういう旦那を持っているから木村さんも大変だなと僕は思います。さてまあ日テレはねとりあえずそういうことをそういうドラマを作ってき、えー、たわけだけど、まあ、何の免罪にもなってないと思いますけどね。さて本題に入ります。本題は日日刊スポーツが3月5日に出した記事で どうもとう、えー、所属事務所との契約状況を説明一歩すす、一歩進んだと思ったら2歩下がって、本部呼びます、金 i キッズ k 堂本光一45歳が、えー、3月4日深夜放送の文化放送、金、え、i、ー、キッズどんなもんやに出演し、所属事務所との契約,やグルー契約やグループの今後などについて話したと。 でモータースポーツの大ファンを公言している堂本は、F1 ドライバーのルイス・ハミルトンが来年、メルセデスからフェラーリに移籍することに触れながら、こうやって人の契約のことを言っておいて、お前、自分の契約のことを話さ,話さへんのかいっていうのも、ちょっとあるような気がしてならないんですけどと笑って、自身と所属事務所との契約に言及。 ずっと話し合いを重ねておりまして一歩進んだと思ったら二歩下がってもう一回一歩進んだと思ったらまた二歩下がってみたいな結局ずっと下がっとるやないかと自らツッコミを入れつつこれは契約のことだから、ね、所属するか退所するかの契約のことですよ、ね、で少しずつ調整している現状を報告したとで相方の堂本剛氏が3月末で、えー、同率独立を発表したがね やっぱり例えばまだ CD デビューしてない後輩の子たちの演出をやったりそういった関わりを持ってやってきた部分もあるんでそういった子たちの道を作るって言ったら偉そうですけど何か一つの形ができればいいのかなっていう思いも強いので適当にはできないなと適当に対処はできないってことでねえ自分のことももちろんなんですけどそこは申し,な申し訳ないなと思いながら皆さんにも協力をいただきながらやれればいいなと思っておりますとコメントしたとまあ実際ねあの あの小市君が忙しいのは分かります。というのは去年11月28日にモデルプレスがね、あのー、公開した記事の中でもこのラジオ番組「キンキキッズどんなもんや」のね話が載っていてそこでまあジュニアナイユニットのハイハイジェッツ美少年セブン・メンサムライ、えー、少,年少年忍者らが出演する公演のスーパーバイザーを務めることについて語っていたわけですよ。で えー、このね今年1月に上演,、えー、上演のジュニアの公演のスーパーバイザーを務めるということに発表された点についてね光、えー、一くんは何て言ったかっていったら当初は演出という形で話が来たんだけれども演出は物理的に無理だと。というのは光、まあ、一くん自身のコンサートや舞台のスケジュールが詰まっていたことをやっぱり理由として挙げて。 全然演出家としてて自分が携わってあげられないんですよね物理的に時間がと。という話をしてたから確かに多忙といえば多忙なのよね。だけど後輩のことを思わないわけにいかないなっていうふうに小一君は思っているから、うんまあ、どっかの区切りで対処しなきゃいけないと自分では思っているんだけれども「あの演出お願いしますスーパーバーザーお願いします」って引き止められていて気が付いたら対処できてないっていうのが、うんえー 今回の、えーえー、最新のね「k i n k どんなもんや」の番組内容だったってことなのよ3月4日の。って考えるとさもう浩一くんは思いますで、えー、確かに剛くんが先に発表しちゃったから光一くんは残るのかと思ってる方もいらっしゃると思うけど多分光一くんはあのー、この番組の中で嘘を言ってるわけではないと思いますよ。 実際一歩進んだらと思ったら二歩下がってってい言い方をしてるからこれ対処しようと思ったけどその後輩の面倒に、うん、があるからもうちょっといてくれっていうふうに引き止められたそれも一回二回じゃないっていうことなんだよねだって一歩進んだと思ったらまた二歩下がってみたいに自分で言ってるぐらいだからっていうことはこれはもう対処方向にあるんですよ小一君は。でおそらくその演出を断ってスーパーバイザーになったぐらい。 でまあ、忙しさもあるんだろうけどこれが一段落するこれが3月末に一段落なのかもうちょっと経って、えー、なのかわからないあの時期はわからないけどもうスマイルアップから対処するのはほぼ確定でしょうねだから、えー、4月以降スターテンエンターテインメントが動き出すんだけれども、えー、ドーム公演には近畿は参加しないんだよねっていうことを考えるとそれまで忙しいってことだと思う端的に。 で忙しいってことを考えると、えー、まあ3月末は剛君が退所するけど4月か5月ぐらいには浩一君も退所する見込みなのではないかとそれまでにいろいろ整理するんだろうなと思いますよ。だから残ってる仕事を片付けたらまあ残務作業ってやつだね <laughs> それを片付けたら浩一君は退所、えー、する。 ということで、まあ、剛君みたいに個人事務所を作るのか、ね、実際に、ね、どこと契約してどうするのかまでは一切。まだ今の時点ではわからない。本人も決めかねてるんだと思うけど、対処する方向であるのは間違いないだろうという,うことが、現時点の、えー、状況だと思います。でもね、でもね、ですよ。まあ、これ、剛君もそうだし、小竹君もそうなんだけど、キンキキッズもやっぱりジャニー北川に愛された。あのー。 タレントであることは間違いなくてでじゃあそのスマイルアップとしてはジャニー喜多川問題にけりをつけているのかっつったらまあ残念だけれどもそんな状況にまだ至ってないよねっていうことです。というのもねやっぱり人々の関心が日に日に風化しつつあるということもあるのでテレビや新聞がこの問題の深刻さに気が付かないまま まあ、ジャーナリストだと自称してる人たちい,あのいっぱいいますけど新聞記者ですとかさ、ね、テレビディレクターですプロデューサーですとか言ってる人いっぱいいるけどもさ結局追いかけないんだなっていうことですだけど彼らがやらないで誰がやるんだ誰が追い,つ追いかけなきゃいけないことなんだって言ったらやっぱり報道機関として新聞やテレビはこの問題の深刻さについてちゃんと スマイルアップ、p、まあ、東山君なり、まあ、藤島ジュリ子なりに、えーまあ、特に白波さんとかもね呼び出して、えー、ちゃんと記者会見を開かせてですね、えー、みんなの前であの不思議な点不思議な点というか疑惑って言った方がいいんだけどその疑惑について、えー、回答を、ねえー、させる機会を作る必要があるんじゃないかなと。 だから僕はあの新聞やテレビの人たちに、えー、ぜひあの質問してほしい疑惑をちょっと10個、ね、今の時点ね、えー、3月6日の今の時点でマスコミがスマイルアップに、えー、質問して正すべき疑惑を10個ちょっと紹介しておきたいと思う14月にスタートエンターテインメント主催の東京ドーム公演がある ね、で株式会社、東京ドームは企業の社会的責任として人権を、ま、守ることを掲げています、東京ドームの方はね。では東京ドームに対して、スタートエンターテイメントのライブに所属タ,タレントを貸し出している側のスマイルアップはジャニー喜多川の犯罪に関する対応について事前に東京ドームに説明しましたかと。 例えば保証を求める被害申告者のうち2割程度の被害者にしか保証金を支払っていないっていう今の時点でそのぐらいなんだよ。で一部のファンによる被害者に対する誹謗中傷も未だに続いていること、ね、そして子どもを守るための再発防止策も具体的にはまだ明らかになっていないこの3点を、ね、東京ドームに正直に通達しましたかとスマイルアップは。 ね、事前通達したなら東京ドーム側はそれで納得しましたかあるいは人権を守るためにライブ会場を貸し出す際に何か条件を東京ドーム側から突きつけられましたかと例えば未成年のタレントは出演させないとかねそりゃそうだよねだって未成年タレントがあのほとんど被害者になってきたわけだから。 あるいは、ね、ライブの中で被害者をいたわるようなコメントを公式発表してくださいというふうに東京ドームに、ね、条件をつけられましたかとそのドーム公演に関することは1つで2番目「スマイルアップはジャニー喜多川による被害者のうち申告内容が事実でないと確認・反証できる場合は保証を行わないと発表しましたが事実ではない証拠として何も客観的な証拠を公開していません。 被害申告者に対しては被害者にとってはフラッシュバックのリスクがあるのに、ね、詳細で生々しい被害状況を説明させているのにスマイルアップ自身はジャニー北川に関する業務日誌も公開していません。ただでさえ加害者側のスマイルアップが一方的に保証金額を査定しているのに被害者からの訴えを確認できないという根拠を示さないのはあまりにもアンフェアです。 ね、スマイルアップが一方的に保証金を払わないと決めた43人の被害申告者に対してジャニー喜多川に関する業務日誌を公開したり業務日誌のせめて写しを提供する予定はあるんですかもし公開しないならそもそも業,業務日誌がなかった恐れがあります。ね、それはジャニー喜多川がいつどこで何をしたかを現時点でスマイルアップが把握していなかったという疑惑が深まるばかりなんじゃないですか ここういういとを新聞記者はさちゃんと、あのー、記者会見開いて突っ込むべきですよ。で3点目スマイルアップは在籍と被害を確認できないという2点の理由で被害申告者に対する保証をしないといとう方針を公表しまししまた。しかしそもそもジャニーズジュニアになる前にジュニアの親と契約を交わしたことを在籍と定義するならば契約をしないまま仕事をさせていた時期というのはなかったんでしょうか あったたととしたら、それはいつまででのことですか契約関係がないまま子どもを働かせていたらそれは労働基準法の法の穴をついた脱法行為ではありませんかこういうことをなんで聞かないの新聞記者はって思いますね。 4番目そもそもジャニー北多川は日本とアメリカの二重国籍者です日米,日米両方両方のパスポートを持っていたはずだからアメリカに旅行していた時期だから日本で被害を受けたはずがないという理屈は破綻しています日本のパス,パスポートで出国記録を残して日本から出ましたとでもアメリカのパスポートで日米の出入りを繰り返してたっていう期間に少年たちに加害を続けていても 例えば一年後にアメリカから戻る際に日本のパスポートを使えば、日本のパスポート上では一年ぶりに日本に戻ったことになってしまいます。だから被害の事実がない根拠としてジャニー北側の日本出国を証明するなら、ジャニー北側のパスポートが一つなのか日米どちらかだけなのかをスマイルアップ自身が証明しなければならないはずです。 ということはジャニー北側のパスポートを誰の目にも明らかにするためにマスコミに公表しなければ結局はスマイルアップの言い分だけを被害,者し被害申告者たちはうのみにせざるを得なくなりますではジャニー北側のパスポート日米両方を公開する予定はありますかはいこの疑惑ですよで5番目4月にスタートエンターテインメントが本格始動する前に所属タレントを移籍させる側のスマイルアップは 3度目の記者会見をする予定はないんでしょうか昨年10月の2度目の記者会見で報道関係者との対話を続けていくと言いながらもその日からすでに5ヶ月目になっています、はい。これでは広報の怠慢と言われても仕方ありません記者会見がいつ開かれるのかあるいは外国特派員協会など外部の組織の仕切りによる記者会見に招かれたら経営陣は出席するつもりがあるんですか東山さん、藤島ジュリー子さん、白波さんとね。 とにかく呼ばれた人あの記者、記者側の方、マスコミ側の方が呼んで指名した人は全員出てくるつもりはあるんですかってことです。こういうこともまだ質問してないんだよね、新聞は。で、6番目、スマイルアップは被害者への補償が終わり次第、廃業すると記者会見で明言した。しかし、2月末までに補償金を手にした被害申告者は2割程度にすぎません。これは、ああの スマイルアップ自身が公式サイトで書いてあることですね。被害事実の調査にあたる弁護士やスタッフを増やせばもっと早く保証金を受け取って安心できる被害者が増えるのになぜスローペースゆっくりペースで調査を続けてるんですか保証金を渡すのが遅ければその分だけ所属タレントによる芸能ビジネスでの収益を増や,す増やせる期間が延長できるからではないですかそうではないとしたらなぜ被害の調査にあたる人員をさらに増やすことに努力しないんですか それができない事情があるならその事情とは何ですかそういうことですよだからする。あまりにもお金を渡すペースが遅いっていうことは、その分、あのまあ、被害者の命やあの尊厳を軽視してるってことですよ。で、7番目。 スマイルアップはジャニー喜多川の被害者に対する SNS での誹謗中傷対策について民間の相談機関に金は出しましたしかしスマイルアップ本体としては何ら有効な誹謗中傷対策は取っていません誹謗中傷によってすでに GP 者が出ている深刻な案件なのに民間の相談機関に金を出して丸投げするだけでは遺族の方は決して納得しないでしょう 例えば誹謗中傷で亡くなった方の墓参りに東山社長は足を運んだんでしょうかあるいは弔電を打ったり遺族への挨拶に行ったんでしょうかそれすらしてないまま能登の被災地支援に足を運んだんでしょうかせめて遺族に説明する社会的責任があるんじゃありませんかで ?8 番目スマイルアップスタートエンターテインメントに対して再発防止策を引き継ぐ契約にしていますか そもそもスマイルアップの公式サイトには具体的な再発防止策が書かれていません。ね、研修をするとが書かれてあっても、どんな研修を誰が担当するのかなど、抽象的な内容しか書かれていないのでわからないんです。同時にスマイルアップ所属のタレントやジュニアたちが移籍する受け皿として期待されているスタートエンターテインメントの公式サイトには再発防止策が一切公開されていません。恐ろしいですね。 こうなると子どもを育ててプロのアイドルやタレントにするというビジネスモデルが継承されるだけで子どもが被害に遭うリスクは減らないことになります。それででは被害者がスマイルアップから新会社に移るだけですよ。スマイルアップは移籍するタレントに対してパワハラやセクハラに対処し未然に防ぐための知識やスキルを教える研修をしたんでしょうか すでに行ったのであればどんな研修内容なのか具体的に伝える動画を公開する予定はありますかと昨年末にやるっていうふうに書いてあったけどもどんな研修内容だったのそれも明らかになってないこれはまさに旧ジャニーズ事務所以来の秘密主義ですよ。そういういことをそういう、ね、隠し立ててばかかりやってるるら疑惑が深まるんで,すで9番目東山さんは社長を辞めるつもりはないんですかと。 東山社長は代表権のある経営トップだと自分で言っているのに、被害者の救済に全力を尽くすと記者会見では言いながら、野戸の被災地を3度も訪れるなど、約束を守らないということが明らかになりました。しかも被害者に対して証拠を求めても、被害を求め認めないときは自分たちの証拠を公開しない、不誠実な態度を続けています。 そもそも経営の実績もスキルもないまま社長になって社会的責任の重さにも鈍感な経営トップのままでは会社組織の運営は困難ですしかもね二宮和成が提案したことは全部却下されたと二宮自身が言ってます堂本光一ですら契約について二転三転して二、ね、歩下がると言っていますよ所属タレントと東山社長とのコミュニケーションが破綻しているのもおそらく事実ではないですか 多くの疑惑が膨らむばかりで東山社長も神経をすり減らしてるかもしれませんよ。でもね、それだったらああ、ちょっと自分は負えない責任を負っちゃってるかもしれないなと感づいてほしいし、そういう意味では僕は社長を降りてもいいと思うんですけど、ね、社長を降りる予定はないんですか僕はは東山さんはまあ なんだろうな持ちは持ち屋で誰かにね経営を任せた方が僕はいいと思っていますよ。でないとか東山君自身の神経がやられてしまうと思うし奥さんも本当に激痩せしてしまって僕は本当にかわいそうだなと思う。だから持ちは持ち屋でね自分が本当はね一生、あのー、タレントとしてダンサーとして、ね、エンターテイナーとしてやっていきたいっていう本当はそっちが本音じゃないですか。それを全部諦めた って言う割にはなんでじゃあ能登の被災地支援とかやってんのって話になるからやっぱりさ社長としてはやっぱりかどっか間違ってんですよ社会的責任の重さっていうものがわからないんだと思うのよ端的に自分のか受け負った、ね、あの経営を受け負った会社の社会的責任の重さっていうのが分かっていれば能登に足を運んでる場合じゃないって分かるのにそれをやってしまうんだよ だから自分がいかに間違えてるかを誰も指摘してくれないんだと思うの、東山君の周りではね。だから僕はお早めにやめた方がいいんじゃないかと、東山さん自身が自分で自分を追い詰めて、責任の重さに疲れ果てて、一人でお亡くなりになるようなことがあってはならないと僕は思います。彼にだって人権はあるからですよ。だから本当はやめてもいいと僕は思うので、やめるつもりないんですかと、尋ねてみたいね。 そして最後10番目うんあのね、まあ、東山さんも井ノ原さんもあのジャニー喜多川のビジネスモデルだったジュニアの育成事業というのは未だに続けてますよね。とするとこれから子どもが犠牲者になることはああがまあ容易に想定できますよ。 でも逆に育成事業子どもから大人への,その未成年と携わる事業をから撤退すれば子どもが被害者になることはなくなりますよね簡単な話ですで実際スマイルアップは、ね、会社としてジャニー喜多川による犯罪の事実を認めていますよ記者会見でそれなら、ね、未成年が被害に遭った犯罪については時効を撤廃し過去の犯罪であろうと刑事裁判にかけられるとか 民事裁判になったら1億円以上の懲罰的賠償の意味を込めた賠償金額に設定するなどの提案を社会に対して提言すする予定はないんですかと8歳から13歳までの第二次成長を迎えてない子どもが主に被害に遭って少なく見積もって1000人,以上の1,000人以上の人が被害者になった人類史上最悪の凶悪事件である深刻さを踏まえれば被害者に金を渡して終わりでは済まない案件ですよ。 自分の会社だけでなく、すべての組織で、ね、会社だけではないってことよ。学校だったりさ、ね、あるいは遊戯施設であったりさ、児童相談所であったりさ、すべての組織で子どもが犠牲にならないように、スマイルアップの再発防止策の一つとして、記者会見で、 子供が被害,の被害に遭う犯罪に対する事項撤廃や懲罰の強化を提案することはジャニー喜多川事件を総括する意味で非常にに価値の大きい提言になります。そしてその提言を広く社会に浸透させる活動資金のためにこれまでの音楽著作権による収益の一部を使うのはどうでしょうか、ね、だってこれまでの楽曲の著作権っていうのは管理してるわけだよね今でもスマイルアップグループが。 だったらそれはカラオケでね近畿の,の「あのガラスの少年」とか歌ったら今でも印税が入るわけだよスマイルアップグループに。だからその収益の一部をあの子供を守るための政策提言を を広めるための活動に使ってもいいんじゃないですか。あるいはね、スタートエンターテインメントと共同し所属タレント全員で子供を守る歌を作って、新たな歌を作ってその収益をすべて子供が被害者になった事件の救済。これジャニーズ問題だけじゃないことですよ。あの親からねギャーギャーされてあの生きづらくなった人やさねあのなんていうかな先生から YP されてとんでもないあの 精神病っった人とかかい,いいいぱますから,だからそのように未成年が被害になった事件の被害者の救済とかねあるいは自己撤廃を訴える活動とか、ね、そしてねやっぱり今回の被害者に対する、ね、ジャニー喜多川の被害者に対する保証金の増額などにあの提供お金を提供するっていうのはどうでしょうかね。 いず,いずれにせよねスマイルアップがいつか廃業し会社がなくなったとしても1,000人以上の被害者の苦しみが消えないんです。1,000人どころじゃないんですよ。勇気を出せた一部の人だけが保証金を求めるためにわざわざ思い出したくもない被害を詳細に書いて打ち込んで誰ともわからない相手にはさメールするしなければ保証までつながらないのよ。 1,000人以上つっても実際は5,000人かもしれない1万人かもしれないのさだから少なく見積もって1,000人以上の被害者被害にあった子どもたちがいたんだって話なんだよせめてワニーズアクションのような未来志向の活動に資金援助する予定はないんでしょうか以上ね10個のことを僕は新聞記者やテレビの人たちがジャニーズうースマイルアップの人たちを 記者会見に招いいいててて質問してしほと思っていますなのであの、このジャニーズ問題に関してはあの、僕も情報を集めています。まあ、そう言わなくてもメール来ちゃうんですけど、いろんな関係者の方から。でもちろんあの、もっと集めたいとは思っているので、被害者の方はもちろんのことを、スマイルアップの社員、ね、あ,あるいは元社員、ね、所属タレント、元タレント、レッスン生、ね、あるいはタレントやジュニアの家族の方、 などスマイルルアップに関しててて不不満や不安疑問を抱えている方からの情報はメールで受け付け付ますあの動画の下の概要欄の下の方にね、この動画の下に概要欄があるじゃないですか、そのずっと下の方にメールアドレス公開してますので、ぜひあのご連絡ください。というわけで、この問題はね、まだまだ何も終わってないです。何も始まってないと言った方がいいぐらいです。 というわけで、えー、皆様からの情報提供を歓迎、うん、しておりますのであのメールをください。というわけでこの、うん、今言った10個の内容をねあのテレビ朝日と朝日新聞よ、NHK を取材してくれよというふうにメールを出すのもいいと思いますよ。僕はねちょっと今あのギャノン帽子漫画の原作をちょっと今書いててもう寝る時間がないぐらいクソ忙しいんですよ。 もう、ね、ひ,ひげそれっていうねコメントに書か,かれちゃってごめんね、本当にね、もうこれ取り終わったらバタンって、ね、倒れるぐらいの話なんだ。なんで、いろいろちょっと、いろんな注文、ね、ご期待あると思うけど、守れずにごめんなさい。というわけで、あのこういうね動画も大事だなと思っていただけたら、あのこの,あの動画の下にある共有を押して、Facebook やあの、SN、あの X、LINE などに拡散していただけると、本当にありがたいです。 で毎週金曜日夜9時から生配信もしておりますので、チャットにお書きになりたい方はですね、えー、ぜひ、えー、僕のこの辺にある写真をクリックするとチャンネル登録ができますので、あのー、ぜひあの、登録をお早めにお済ませください、はいで。よかったねと思ったらグッドボタン、いいねボタン押してください。というわけで、また見てくださいね。おじゃね。